はい、皆さんこんにちは。栄養家の小湯内です。本日はレッスン9、不定詞の2ですね、ここのステップ3のまとめ問題を解いていきましょう。はい、1年生ももう少しで終わりです。論理表現は来年もこの教科書を使いますのでね、なくさないように取っておいてくださいね。はい、それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン9のステップ3、まとめ問題を解いていきましょう。はい、では1番ですね。はい、与えられた語句を使って英文を作っていきましょう。1番は、私は海外旅行をするために英語を勉強します。はい、これはですね、ここを括弧していきましょう。はい、まず私は英語を勉強しますって文を作りましょう。これは簡単だよね。 I study English。 はい、この後に海外旅行をするためにってつけていきましょう。もちろんこれは不定詞ですよね。 to プラス動詞の原型です。 to travel abroad とすればいいですね。to travel で不定詞の副詞的用法ですね。なんとかするためにって言い方になりますね。2番は、その映画は再び見てしまうほど素晴らしいです。はい、これも括弧しておきましょう。その映画は素晴らしいです。はい、この場合は素晴らしいというのはこのグッドを使うんですね。ですから、 theMovie is good とまず作りましょう。はい、でどれぐらい素晴らしいかというと、再び見てしまうほど。はい、これはですね、何々するほど十分になんとかだという、 enough to を使いましょう。enough to、 ここだね。はい、ですからこの good の後ろに good enough to で再び見てしまうところですから、見るは watch で再びだから again と作っていきましょう、ね、enough to を使っていきましょうね。はい、3番は、ケンは疲れすぎて夕食を作ることができませんでした。はい、これは2つ文が作れますね。はい、疲れすぎて何々できないという言い方。授業では to to を使いましたね。はい、何とかするには何々すぎるということでした。ですから、can でできませんでした、過去形ですからね、 was を使いましょう。 was to tired ね。で to make、 はい、夕食はディナーですかね。はい、このように to to を使って書くことができます。で、あと、so thatを使ってもらってきますね。Ken was so tired。とても疲れたので、で、that。で、Ken ですから、he だね。で、できなかったですから、couldn't make dinner。そう、ざっと、はい、この場合は過去形だからね、couldn't。はい、これでもね、ほぼ同じ意味で書くことができます。はい、では2番です。日本語に合うように英文を完成させましょう。はい、1番が、私はハエを追い払う道具を買うためにその店に行きました。はい、これもまず日本語をね、格好しておきましょう。はい、こっ
からここまででいいですかね。私はその店に行きましたという文をまず作りましょう。ですから I で行きましたですから go の OK ですね。 went to、はい、お店ですから the store だね。はい、でまずこの買うためにとつけていきましょう。で道具を買うために、はい、この tool がね道具ですからこの前に買うためにというね不定処理でいきましょう。ですからもちろんこれは to buy ですね。はい、 to buy a tool。 その後にハエを追い払う道具、つまりハエを追い払うための道具だね。はい、で to 定処理をつけていきましょう。はい、追い払うはねこれは教科書でやりましたね。scare away ですね。はい、ですから to scare away flies となりますね。このフライズ、これがハエだね。単数形はフライですよね。 y を i に変えて es 複数形になっています。はい、第2番です。彼はその問題に関する記事を読んで驚きました。はい、まずこれも加工しておきましょう。はい、ここですね。彼は驚きましたという文を作りましょう。はい、ですから He was surprised。 はい、となりますね。まずね、でその後に読んでとありますね。これはですね、不定詞の副詞的用法ですが、感情の原因、理由を表す不定詞でした。何々してという意味ですね。はい、ですから読んでということですから to read ですね。 to read an articleアーティクルは記事ですね。はい、about the issue。 issue は問題って意味です。はい、これらの単語もね合わせて確認をしておいてくださいね。3番は彼女が本当のことを言わないのは当然です。はい、これは it for という文だね。It is natural。 natural がね、自然だ、当然だということです。はい、でですね、まず彼女がと言いますね。この彼女はいわゆる意味上の主語ですね。いわゆる for 誰々ですね。はい、でこれは不定詞の前に必ず入れますからね。ですが語順は It is natural for 彼女ですから her ですね。はい、で次に本当のことを言わないのはですね、はい、言わないこととなりますね。はい、ではまず本当というが、はい、これは truth がいますね。これは動詞は tell です。Tell the truth。 はい、で言わないことの前にまず言うことと考えましょうね。はい、ですから不定詞の to ですね。 to tell で必ずこの不定詞の前に否定の not は入れますから、ここですね、 not to tell the truth。 これで本当のことを言わないこととなりますね。はい、もちろんこの it は形式主語で、本当の主語はこの後ろをね、to でしなります。It is natural for her not to tell the truth となります。はい、では3番ですね。日本文を英語に直しましょう。1番は、彼女は私と話すために立ち止まりました。はい、
ち止まるはですね、これは動詞はストップを使います。はい、でこれはですね、いわゆる自動詞のストップです。はい、ね、自動詞の場合は後ろに目的語を取りません。立ち止まるという意味で使います。はい、ストップには他動詞もあります。はい、その場合のストップは目的語を取ります。はい、何々することをやめるという意味だね。はい、ストップにはね、他動詞の意味と助動詞の意味があるからね、くれぐれも注意してください。はい、ですからこれは彼女は立ち止まりましたとまず作りましょう。ですから C ストップとです。はい、で私と話すために to 不定詞ですね。 to talk with me ですね。でこの with の代わりね、to でも OK ですね。はい、このようになりますね。はい、2番は、私はワインの作り方を学びたいです。はい、学びたいですですからね。Y want to learn だね。はい、でこの後ろに来るのが、ワインの作り方ですね。はい、なんとかの仕方っていうのは、これは how to です。How to makeワインとなりますね。はい、How to で何とかの仕方ということになります。はい、では最後4番ですね。次の5つの項目を入れて留学先にお土産として持っていく風呂敷を英語で紹介しましょう。はい、これ教科書でね、活動しましたね。はい、それを参考に作ってみましょう。はい、まず1番が、この四角い布のThe square cloth は風呂敷と呼ばれています。はい、ですから、This square cloth、 クロースは布って意味だね。 is 呼ばれているだから called。 はい、これは風呂敷ですね。風呂敷ととなりますね。次が、物を包むための伝統的な道具である。はい、ですから、まあそれはだね、 It is でしょうかね。 It is a 伝統的な traditional ね、 traditional で道具ですから tool、 物を包み運ぶためのですから to 不定詞ですね。 toでまあ、包むですからラップだね。そして運ぶですからキャリーだね。でもうですからシングズだね。こういう場合複数形式で無難ですね。はい、で次が、日常生活で弁当を包むために使えます。はい、ということはこれは主語 you で作っていいですかね。 You can use itで、包むですから、to wrap。で、弁当箱ですね。ですから、これは、まあ、じゃあ、もう反抗で書いておいたらね、your 弁当、ランチボックスと言ってますが、まあ、ランチボックスだけでもいいような気がしますね。弁当はなくてもいいような気がしますが。はい。で、日常生活でということですので、in your daily life となりますかね。はい。で、次が、買い物をするときは、エコバッグ、an eco friendly bag として使える。はい。で、これはね、also 入れるといいかな。ね。文頭でも、文中でもいいでしょうかね。You can also、 はい、これは言っといた方がいいですかね。 You can also、 まあ、もしくは文頭に持っていっても OK です。はい、You can also
use it。 で、模範解答ではね for が使われてましたが、まあ、としてとかだから as の方がいいかな。 as an eco friendly bug。 で、買い物するときですから when you buy something。はい、これでいいですかね。で、最後は非常時にも役立つと、それは役立つんですね。 it is 役立つは useful ですかね。 useful、 非常時にもって言ってますからね、これ even 入れられるとよりいいですかね。 even 非常時にと表現はね教科書に出てましたね。はい、 in case ofan emergency ですね。はい、これですかね。 in case of an emergency で非常時にって意味になります。で、この even がなんとかにもというね強調を表しますね。はい、これで OK ですかね。まあ、最後にね、まあ、紹介文ですので、 I hopeYou like it と言うといいですかね。はい、このようになります。はい、お疲れ様でした。近日中にレッスン10の、内容もね、動画作っております。一応1年生はねレッスン10までやりますのでね、しっかりそこまで頑張っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you